はい、では行きましょう。2点から等距離にある座標軸上の点やと。ここで勉強するのは、今まで勉強したその空間の座標のちょっと応用問題も考えていこうやっていうようなところなんですね。でもここで確認することはほんまに少なくて、平面でも似たような問題ありましたしね。まず1つ目、2点 AB から等距離にある点 P っていう式を見たら、当然こういうヒントを見たら当然 AP イコール PP なんですね。ここに A っていう点がある、ここに B っていう点もあると。そしてこの A からも B からも等距離、等しい距離にある点 P っていうと、当然 AP の長さと BP の長さが等しいですもんね。だから AP イコール BP っていうヒントをちゃんとこれから導き出せるかどうかっていうのが確認点の一つ。そしてもう一つ、空間での X 軸上の点っていうのは座標でどう置いたらいいかと。まずこれ物事をね、単純に考えるために平面で考えてみましょう。もし平面やとしたら X 軸上の点ってどこにあるかっていうと、まあ、例えばこの辺とかこの辺とかこの辺ですよね。でこれに共通するのは、全て共通するのは、 Y 座標は絶対に何歩ですか？ Y 座標は絶対に0なんですね。 X 座標だけがわからんと。つまり平面上の問題で X 軸上の点があるって言われたら、文字をどうやって置くかっていうと、 X0 って置いたり、まあ X 使うの気持ち悪かったら A0 って置いたり、なんし Y 座標は0ですよっていうのを見抜けるのが大事なんですね。空間でも一緒です。空間でも X 軸上の点って言われたら、こういうふうに X 軸 Y 軸 Z 軸を書いて、X 軸 Y 軸 Z 軸を書いて、で X 軸上の点ということは、ここであったりここであったりここであったり、どこでもええんやけど、共通して分かることは、たとえどこであっても Y 座標は絶対どうなってますか？ Y 座標は0ですよね。 Y 座標は0やと。 Z 座標もどうですか？ Z 座標もどこも0なってますよね。 X の座標だけが変わると。つまりここを文字で置くと。だからX00 って置いたり、まあ X が気持ちよかったら A00 でもいいです。A00 って置いたり、とにかく大事なことは、 X 軸上の点っていうことは、図を想像したら分かる通り、 Y 座標も Z 座標も絶対0ですよと。 X 座標だけ変わるから、ここだけ文字で置きましょうねっていう、こういうヒントの使い方ができるかどうか、この2点が大事ですね。これさえ分かれば、この3番みたいな問題はもうへっちゃらですね。2点 A123B01-1 から等距離にある X 軸上の点 P の座標を求めようと。まず X 軸上の点、点 P は X 軸上の点であるので、これはちゃんと書いた方がいいですね。すいません。点 P は X 軸上の点だから、の点だから、なんて置きますか？ X 軸上の点っていうことは、X 座標だけ変えたらいいんですね。X00 と置ける。Y 座標、Z 座標は絶対0なんですね。こういう説明をしておく。そして AP イコール BP より、あとはもう距離の計算ですね。この2点間の距離については前の動画でやったんでね、この距離の求め方で何書いてるか意味わからない人は前の動画を参考にしてください。AP っていうのはルートの、もう簡単ですね。X 座標引く X 座標の2乗足す Y 座標引く Y 座標の2乗足す Z 座標引く Z 座標の2乗やと。右辺でも一緒です。で、ルートのままやったら計算しにくいから両辺を2乗すると。ね、ルート外すんですね。で、この括弧の中展開したらこうなると。あとはこの方程式を解けば X が6って出るので600ってわかる。という流れですね。ということで、とにかくここで大事なのは、まずこの2つのヒントの使い方ですね。2点 AB から等距離にある点 P って言われたら AP イコール BP を思い浮かべようねと。そして、X 軸上の点って言われたら、こういうふうに X00 って置けるように、こういうふうにね、簡単な具体例を想像してなろうねと。そして、前の動画でやったように、この距離を求めるね、この公式。公式っていうほど難しくなかったんですね。ここもしっかり押さえておけば、3番っていうのは難なくできます。